今回今日5曲歌わせてもらうと思うんですけど、1曲目は5曲中の4曲が夏曲となっているので、皆さん今日とっても暑いので夏って感じで歌いたいと思います。1曲目はヨルシカさんの花に亡霊を歌わせていただきます。聴いてください。ありがとうございます。今日暑いので皆さんもお水飲んだり休憩してください。
2曲目は、愛子さんの花火という曲を歌わせていただくんですけど、皆さん結構知ってる方もいるかなと思うので、ぜひ手拍子とかで盛り上がっていただけたらなと思います。聴いてください。次の曲の前にもう一回お水を飲ませていただきます。
ありがとうございます。3曲目は、ジュジュさんの夏を諦めてを歌わせていただきます。聴いてください。リベンジになったんじゃないかなって思います。ありがとうございました。次の曲は、どこまでもという曲を歌わせていただきます。モアナと伝説の海の、曲になっているんですけど、聞いたらあ知ってるかもってなる曲も結構いると思うので、歌いたいと思います。聞いてください。期待に応えたい。でも気づけば
休憩したり、お水飲んだり、汗拭いたりしてください。次で最後の曲となります。ありがとうございます。最後の曲は、AKB48 さんのまたあなたのことを、またあなたのことを考えてたを歌わせていただきます。最後は夏曲ではないんですけど、結構しっとりした、なんか切ない感じの曲となっているので、そんな感じで聴いてくださればいいなと思います。聴いてください。またあなたのこと誰かからいつか言われた。
私は物販が次のイベントがあってちょっとできないんですけど、また他のイベントとかで、歌ってるのとか見かけてくれたら、ぜひ声かけてくれたり物販見に来てくれたりすると嬉しいです。今日はありがとうございました。以上、佐田あかなでした。ありがとうございました。